今ウラカンスパイダーに乗ってます。季節感的にもね、いい季節になったので、今本当にオープンで乗るのがね、本当に気持ちいいで、このウラカンは、従来の、ベーシックモデルといえる、4輪駆動モデルです。 VT エンジンは特にね、このストラーダ、スポーツ、ポルサーって3モード、エンジンモードとあとサスペンションもリンクしてあるんですけど、もうね、明確にその差が分かる。昨今のランボルギーニのすごいところで、ストラーダはね、本当に一般的に乗り心地良くて快適で、スポーツ、そのスポーツですね、このスポーツの、ね、守備範囲がものすごく広い。安心するのはね、やっぱハンドリングです。やっぱりね、切れ感が変わってきて、うまーくね、インにつきやすくなるんですね。で、このスポーツモードに関しては、その守備範囲が広いっていうのは、これサーキットでわざとスポーツモードで走るとオーバーステアに、ね、なってね、遊べるようになるんです。そういうエンターテインメント性もね、すごく持っていて、ダイナミックな走りをね、満喫できるんですね。で、コルサモード、コルサモードに関しては、これは本気でタイムアタックとかするとき用なので、どっちかって言ったらスポーツであえて走ってた方がなんか楽しいかなと。こういうワインディング関してもそうですね、乗り心地も決して悪くないです。若干硬いかなっていうぐらいで、そういう面でね、ランボルギーニのね、巧みなね、制御力っていうのはね、最近ね、本当に感心しますね。走りがいい理由っていうのは、これね、やっぱりね、アーディと共同開発したっていうのが大きいですね。しかもね、今回このモデルに限っては、このモデルから、レースカーで使用することも前提に一緒に開発しているので、それだけ耐えられるシャーシになっている、ここが大きいですね。で、スパイダー、これ風の巻き込みね、若干あるんですけれども、全然不快ではないです。エンジンサウンドも心地よく入ってきますし、風もね、感じられるからちょうどいいですね。ただね、スパイダーにしたことによってね、ルーフの収納場所を確保するために若干室内が狭くなっているのが難点といえば難点です。僕身長178あるんですけども、もうちょっと余裕が欲しいかなと思いますけど、多分多くの人は問題ないと思いますね。ウラカンスパイダーを一言で言うとね、ちょっと真面目なスポーツカーなんだけど、快適に、ちょっと時にやんちゃに乗りたい人には最適です。で、根は真面目な人、例えばね、分かりやすいのはポルシェとかはすごい生真面目で、もうパフォーマンスだけ。あと、この車の最大のライバルはフェラーリの488になるんですけれども、488はエンターテインメント性が先立つので、どっちかというとこのエンジンパフォーマンスとか全体のバランス、本当にシャシー性能で乗るっていうんだったら、ウラカンは最適な選択になるんじゃないかなと思いますね。